それでは試合の方始めていきましょう。野獣と美女対和心の試合です。いきますよ、波動ファイト。まずはレッドサイド野獣と美女から、1番奥川ココア選手5221、真ん中リー選手1135、手前コディ選手3331です。対する和心、1番奥川上山選手4411、よもぎ愛子選手1135、そして手前山高選手が3241といった編成となっております。さあ今珍しい3331も加わってといった形ですが、まずは野獣と美女が1点を取っていきます。そんな野獣と美女全員がライフが1枚、和心上山選手が4411なのでね、ここを少し野獣と美女は警戒していきたい。シールドをすかさず貼って、リー選手は合わせて貼っていく形。お互いに1135のシールドは2枚ずつです。お互いがお互い合わせていってますね。さあ残り時間は20秒、山高選手が斜めのココア選手、しっかりとここ KO を取っていきます。割れ際ですかね、残り時間は15秒、またも山高選手が点数を取っていく。だがしかし1点差、まだまだ野獣と美女追いつける。コディ選手が前に出て取った、残り時間は5秒だ。さあお互いに並んでいる、うわー、コディ選手が取った、試合終了、3対2野獣と美女の勝利です。おめでとうございます。いやーすごい